どうも、りょうちんです。ということで、今日も動画やっていくんですけども、これさ、俺、ブーマ選手ゲットしてキャプテンにしてんねんけど、これ普通な？普通やったらキャプテンをこうやって選んだら、そう、こんな感じで後ろに選手が見えるはずなんやって。これってさ、今年の OB だけなんかな？いや、野原さんもう完全に隠れてるやん。うん、もうどうでもいいっちゃどうでもいいんやけど。うん、全然そんなことないな。で、今日の動画なんやけど、ちょっともう、ブーマ、調査になってるから、あれなんやけど、ちょっと狙い撃ち引いていったら録画してるから、ちょっとそれを見てもらいつつ、の、星の追加来たからそれを触れていきつつ、の、その後に、今ちょっとここ写真入れてると思うんやけど、これ去年のなんやけど、7周年の福袋が来て、5回目の時に制約契約書を、引くことができて、それでシリーズ1の選手1人好きな人選べるっていうのが来ると思うから、僕がちょっと今誰が、狙うべき選手っていう風に考えてるかっていうのをちょっと触れていって今日動画にしようかなと思ってるのでお付き合いいただければなと思います。その前にちょっと重要なお知らせで撮った感じ見ていくんやけど、アップルでしたね。これね、アップルが値上げするっていう話やんな。これでさ、もともとこう価格とかで出とった？で、俺なんかこれ初めてちょっとちゃんと見るんやけど、どうなんや。760エナジー、760、同じ、あ、値段上がらんやん。なんか1万3000になるって、あれガセというか、結局違ったやん。ミニマムがちょっと変わるってだけか。ってことはさ、課金めっちゃできない。課金できるできるぞー、課金でき。で、これな、自チームの狙い撃ちを俺帰宅して速攻引いたの、とりあえず録画だけしとって、今ちょっと後から音声入れてるんやけど、ほんまに最近のガチャ悪いわ。どうしたことかな。まあ別にこれな、俺 S ランクは当たらんくたって何も文句言わへんねんけど、で、まあ文句は言わんけど、まあこれな、ブーマ A は出たよ。 A は出たからまあいいんやけど、なんかほんまに俺だいぶ S 引いてない。どんくらい引いてんやろ。とりあえず3万円分くらいは引いてないと思う。世の中お金が余ってるって言われてる俺のせいかもっていうくらいドブに捨ててる。いやー、ほんまここまで引き悪くなかったら俺絶対もう一回取ったもんな、これ。うん、ほいたらちょっとキャッチャー見ていくんやけど、中村優先、これ普通に守備も使えるし、で、弾道が低弾道やったんかな、もともと。が中弾道に上がったと。まあ嬉しいな、純正の人からしたら。で、まあ、梅野選手はちょっと守備はいいんやけど、なんかどんどん打撃能力低くなっていってるのは気のせいかな。で、大城選手も高弾道やけど、まあ広角もないし、純正が必要って感じで、他はいいかな。で、相澤選手ね。って感じで、キノタクは俺もうちょい、中日純正の人結構もうキノタクでこの中弾道やったらきついから、なんかもうちょい高弾道とかに仕上げてもよかったね。で、峰井選手は今峰井選手なんやな。で、オリックスは藤井選手やけど、俺多分 TS の中島選手をスピリーグはもう正捕手でいこうかなと思ってるから、まあ必須ではないけど、おったらでかい。で、松川選手は E から C に守備適性が上がってる。これは普通に純正の人嬉しいな。うん、で、銀次郎選手すごく、俺が小学校の時から西武でずっと出続けとって、今も正捕手だって考えたらめちゃくちゃすごいわ。で、甲斐拓也選手ついにミート D になっちゃったな。だけど守備はやっぱダントツに強い。うん、やっぱこん中やったら一番守備学で必要かな。で、宇佐美選手はもともと巨人におったんやな。今、なんか正捕手で頑張ってると。で、森友哉選手は、ミート A なんとか保ったけど、まあ、やっぱ、送球と、スローイングとかがちょっと厳しいかなっていう感じなんやけど、ちょっと俺今見とって思ったんやけど、流し打ち、粘り打ち。うん。ほら、最後の方ちょっとあれやけど、序盤の方さ、キャッチャー大体粘り打ちか流し打ちですか。やっぱ、あれか、キャッチャー配球で呼んで打つからっていうので、はい、新しいプロスペアルあるできました。それでは聞いてください。キャッチャー。はい、ということで、福袋で、選択役所出た時取るべき選手ちょっと見ていきたいんやけど、まず高梨投手1人目として出てくるんやけど、ただここの高速スライダー F が、シリーズ2では D になって出てくるっていうことが今日判明したから、まあ今は別に必須で取らんくてもいいかなっていう感じではあると思ってます。で、ビエイラ、あと高橋優輝投手、メルセデス投手っていうところが候補として上がってくるかなと思うんやけど、もう見ての通りビエイラ投手は文句なしに強い。ストレート166キロ、まずこれが
シード級に早いし、出たテストら変化量5になったやん、シリワンでな。で、ツーシーム、シームをばっか打ちにくい。で、今、今年あんま活躍してないから、弱体化することも考えられるし、もしかしたら帰国っていうことも外国人選手に関してはいつでも考えられるから、もう今のうちに選択契約書で取っといたら、ほんま大会もそうやし、ランク戦でも必須級、もう超エース格、中継ぎエース格の投手になっていけるかなと思うから、まあ、ビエル投手はトンドも全然ありかなと思う。で、高橋優希投手に関しても、今年あんまり活躍できてないから、弱体化する可能性があるっていうことを考えると、今のうちに取っといた方がいいかなと思ってて、そもそもそんなに強いんかって思うかもしらんけど、俺のチームでは結構もう主戦級の中継ぎとして使ってんねんな。でスクリューが5で超大ピンチ持ちやから、うん、ほんまにこのスクリュー変化量7になった時はチート級に強い。モサでも全然ショートゴロとか引っ掛けてくれるから取っといた方がいいかなと思うんやけど、もし大穴として高橋幸投手狙う人は中継ぎ適性が D やから超4までできる A ランクを持ってる人に限るではあるんやけど、ほんまに超大ピンチでスライダーもカーブもともと変化量大きい球種が、変化量にされることになるから結構強い。ほんまに信用できるピッチャーとして中継ぎで使っていけるから大穴やけど高橋幸投手も結構おすすめです。はい、で、こっちがメルセデス投手なんやけど、俺はもうメルセデス投手を取るって決めてる。もう、もう確定で、もう結構1ヶ月前くらいから来たらもうメルセデス投手で取るって決めとって、ほんま下の調子悪い最近。取るって決めとって、で、ストレートが、まあ、カット気味に動いて、ツーシーム動いて、超コントロール大ピンチ持ってるってことで、もうこれ普通にストライクゾーン、ボールゾーン出し入れされたら結構きついし、自分もめちゃくちゃ調子いい時に当たったりとかしても、全然もうキリキリまでされてもうたから、メルセデス投手を、取って、先発のエース格に持っていきたいなと思ってます。で、あとはもうこの藤井投手なんだかんだ言ってみんな本命なんちゃう？どう？弱体化って言われてるけど、みんなそんなに回転見て打ってる？俺はもう元々決めて打ってるから、落ちる方落ちひん方当たらんかったらごめんなさいし振ってるから、まあめっちゃ上手い猛者の人とかはこう弱体化して回転変わったら打ってくるかもしれんけど、別に回転軸が変わるわけじゃないよ。まあそれもちょっと不確定なところであるから何とも言えへんっていうのがまあ怖いところではあるんやけど、まあ、回転数が変わるくらいであれば別に藤井投手はやっぱりなんだかんだみんな本命なんかな。うん、ということで、まあ、純正でちょっとピースが足りてない人とかそういうのを除いては、まあ主に12球団勢やな、はもうちょっとシリーワンの選手でそのスピリッツが低いとかっていうことも考えると、まあピッチャーに絞られてきて、そのピッチャーの中やったら、ビエイラ投手、高橋幸投手、メルセデス投手と今見てた藤井投手なんかなと、個人的には思ってます。みんなのちょっとおすすめのピッチャーとか、いや野手やけど俺この選手取るでとかっていうのがあれば、ちょっとまたそのおすすめも教えてくれたら嬉しいなと思うので、コメント欄の方にぜひよろしくお願いしますっていうような感じで、今日はもうお試合してる動画でもなければガチャ動画でもなければ、ちょっと、いつもと違う感じでやってみたんやけど、もし、一瞬でもクスって笑った瞬間があった人は、ぜひチャンネル登録と高評価してくれたら嬉しいなと思うので、ほんまによろしくお願いします。ということで、あざした。